アルビンド・ドバートソンはアメリカ合衆国オハイオ州バーバートン出身のバスケットボール選手。NBA で1984年から1993年および1995から96シーズンプレー、した19。191センチ。主なポジションはシューティングガード。相性はスティールに優れていたためシーフ。1984年のロサンゼルスオリンピックで 金メダルを獲得した。アーカンソー大学に在籍し1984年の NBA ドラフトの一巡名全体7番目にサンアントニオスパーズに指名を受けて入団した。1985から1986シーズンに3.67スティールを記録し、オール NBA セカンドチームに選ばれるとともに最も成長した選手に贈られる。 ミップと NBA 最優秀守備選手賞を同時に受賞した。また1986年のフェニックスサンズ戦で20得点、10リバウンド、10アシスト、10スティールを挙げて NBA でこれまで4人しか達成したことのないクアドルプルダブルを達成した。彼の身が4カテゴリーのうちスティールを含んでおり他の3選手はいずれもスティールではなく得点、リバウンド、アシスト、 ブロックショットの4部門でクアドルプルダブルを達成している。スパーズからは4回 NBA オールスターゲームに出場したが彼より多くオールスターゲームに出場しているスパーズの選手はジョージ・ガービン、デビット・ロビンソン、ティム・ダンカンのみである。1995から1996シーズンの開幕戦では3ポイントシュートを決めてトロントラプターズ初の得点を挙げた。 デトロイトピストンズに在籍した1994年、マーク・メーコン、マーカス・リバキとのトレードで、デンバー・ナゲッツに移籍したが、背中の故障のためナゲッツでプレーすることはなかった。スティールが得意で1986年、1987年、1991年に、スティール王を獲得した。1試合平均3.71スティールを記録しておりこれは、NBA 記録である。 1990年に当時の妻に暴行を加えて1ヶ月刑務所に入った。また現役引退後の1997年8月にも元ガールフレンドに暴行を加えて1年刑務所に入った。2007年1月にもサンアントニオで彼が行ったドメスティックバイオレンスに関連して逮捕された。2008年に NFL のミネソタバイキングスからドラフト2巡目で 指名されたティレル・ジョンソンの父親である。ありがとうございます。